よし。よいしょ。どうも。わ、韓国語の方がおる。さ？じゃあ、す？す、よ、ちゃうか。あ、筆箱こっちか。解読したい。読まれへんけど。さかな、やっぱり。いや、知らんで。さや。さもうわからんぞ。早いね。ささわからん。なんやろ。さくかな。よし、わからない。飛ばしましょう。ラストまでファイト。 ありがとうございます。トリコ坊主さん、ギフトありがとうございます。ロマジと一緒や。頑張。違うねん。でも最近やってないからさ、全く分かれへん。もう最近モルシンゴの方が覚えてるから。あー、ちょっと待って。ダンズさん、ギフトありがとうございます。よいしょ。おいおい、オッケー。さくちゃんかわいい。クーか。え、なんかクーな気して、なんかさーから始まって、なんか6文字やったらさ、いやー、さくな気がしてんよ。そっからが読まれへんかってさ。そう。ダンズさん、ギフトありがとうございます。伊達ちゃんさん、ギフトありがとうございます。ああ、さくらかわいいって書いてるのか。おう、かわいい。あった。ちょっと待って、だれちゃんさん、ギフトありがとうございます。ちょっと待って、あった。すげえ。待って、横に貼ってた。すげえ、おったわ。横に、真横におった。見たらよかった。うわー、あー、ヤールリーさん、ギフトありがとうございます。すごい、ここに貼ってあった。かわいいって、見たことあるなと思ったら横におった。しかも視線のこう、ここに、この垂直な位置におった。おった。もう見たらよかった。もう何してるん、ほんまに。読めたやん。ねえ、ほんまによ。もう何してんの。こんにちは、はじめまして。ちょっとだけ遅れました。もう全然大丈夫です。今まだ4分しか経ってないので。もうさっきの動きはアリーナ盛り上がってるかーやで。そうね、ここにな、ちょうどその位置やってん。応援しに来たよ。ありがとうございます。もう今日で最初なんで。ひさとしさん、ギフトありがとうございます。桜田かわいい。かわいいけどわざわざ私の配信に来てそれ言いますかってねえ、思いません。いやー、そらーね、ひどい。あ、あやるりさん、ギフトありがとうございます。最終日ですよ。かわいいのは認める。かわいいから。顔ちっちゃすぎやろ。ゴマやん、ゴマサイズ。私ゴマやと思ってるから。あやぴょんはゴマに、そう、爪楊枝刺したらあやぴょんができる。鬼になった。ガチ。あ、動いてない私のとこ。あれ、あ、ほんまや。おお、1位の人すごなってんねんけど。やばー、独占やん。独占ちゃう、独走やん。やばーい、すげー。ずいぶん大人になってる。
あれです、メイクと髪型ですよ多分。そう、ゴマプラス爪楊枝イコール桜田。そうなんです、アッポンギーさんギフトありがとうございます。そうなんですよ、もう細、もうどうやったら、もうこれこれくらいしかないじゃないですか、あの遠近法でめっちゃでかく見えるけど、うん、ねえ多分あれですよ、これくらいもないんちゃうこれくらいじゃない、顔一緒やん。あ、ゴンケビンと同じくらいのサイズ、もしかしてアピョンの顔ちっちゃー、すごい。あやるりさんとちょい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 、ポンギーさんギフトありがとうございます。そう、あやぴょん同じ列によってもな、なんか1メートルくらい下がって見えるからねえ、やばすぎん、羨ましい限りです。でもさ、ゴマとつまようじって言ったらさ、そう、白ゴマなんですよ。あのゴマって言ったらな、黒いっていう意味を含まれたら嫌やから白ゴマっていうね。なんかゴマって別に嫌な意味じゃなくて、あのちっちゃくてすごいんだよっていう意味で白ゴマなんですよ。そうそうそう、そういえば雪乃ちゃんにつまようじプライドって言った。そうやね、私あの愛情込めてもう一番もこの先の尖り具合、このどんだけ綺麗な円錐ができてるかっていうのを見て、やっぱりこれは雪乃ちゃんにふさわしいと思ってプレゼントしたんですよ。そうそう、たけりんさんギフトありがとうございます。ねえ、何そのぬいぐるみ、これゴンケビンっていうねん。黒島に行った時に、あの沖縄の黒島に行った時に、ゴンっていう亀とケビンっていう亀に出会ったんですね。まあ家庭命名したんですけど、でゴンっていう子があのものすごくもう一番ちっちゃくて気の弱い子で、ケビンがもうちょっと大きいけど同じくらいで気が弱い子で、で他のなんか大きい亀2匹がめっちゃご飯食べに来るんですけど、そのちっちゃい子とケビンが全然食べに来れてなかったから、めっちゃ投げてご飯その2人にあげてたんですね。でそこであのくじ引きして当たった牛がゴンケビンです。黒島って入ってんねん、かわいいやろ。黒島です。あやるりさんギフトありがとうございます。もうゆるキャラですか。そうですね、あの黒島のゆるキャラです。え、黒島のゆるキャラって言ったらどっちのゆるキャラかわからなくなる。あれ、俺の名前はゴンやで、ケビンやでって聞こえてきた。そう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 、俺ゴンって言うねん、餌くれって顔してこっち見てたからさ、そうかゴン、こっちへ来いって言って端っこに集めてご飯あげた。タケリンさんギフトありがとうございます。黒島が黒島に上陸して黒島と遭遇、勉強になります、ありがとうございます。よかったです。ゴンケビンっていうのは、何牛やったっけ、黒毛和牛らしいですそう、黒島が黒島で黒牛をゲットした。タケリンさんギフトありがとうございます。黒島出身なの。うん、違うよ、どこ、普通に大阪出身やけど、でもおじいちゃんは別に黒島でもない、なんでだろうな黒島出身ではないです、誰も。高級やないですか。そりゃそうですよ、黒島ですよ。黒島なんてそんなお安いものじゃないんだねもうこのキャラちょっと痛いなそう、ご先祖様が黒島に何かあったのかね。タケリンさんギフトありがとうございます。黒いものだらけやん。そうそう、黒島の頭の中みたいに、あれ、黒髪みたいやからやめとこうタケリンさんギフトありがとうございます。まあこういう時はペンギン先生見てないから大丈夫個人的に顔がタイプだけど、大人の僕が中学生を好きになるわけない。そんなわけないじゃないですか。今はね、いろんな平等が今認められてきているわけじゃないですか。政治の話になるけど急に。ですね、
例えば性別差別とかそういうのもなくなってきてるじゃないですか。超えてもいいのではないかと黒島は思っております。いくつかわからないですけど別にいいじゃないですかね。ねえねえ、しかも推しでしょ。推しなら大丈夫ですよ。あ、なんたらの KYDD さんギフトありがとうございます。なてちゃんさんとなしかなしましかな1号さんギフトありがとうございます。わー、いっぱいくれてる、ありがとうございます。あ、しんのすけさんもギフトありがとうございます。だてちゃんさんと KYDD さんギフトありがとうございます。牛さんもギフトありがとうございます。いっぱいくれてる、わー、ありがとう。そう、黒島って意外とあるよな。あれやろ、和歌山にもおるやろ。捕まります。いやいやいや、だからね、推しとしてだと別に大丈夫なんですよ。このね、実際に会って何かしてしまったらもうアウトですよ。もう即アウトですよ。でもこちら側からもう会えない仕組みになっているので、推しとしてなら大丈夫なんで、どんどん来てください。若い子をしても大丈夫ですよ。もうそんな年齢とかもう何でも、そうそうそう、超えてもいいんですよ皆さん。握手会は中学生に行かないと決めているので早く JK。 小学生ちゃうわ、中学生でもいいじゃないですか別にね。え、あ、じゃあめっちゃ高校生っぽくしていくわ。あ、じゃあ制服で行くわ、この高校っぽい。そうそうそう、たけりんさんギフトありがとうございます。転生してもキツネでしたさんギフトありがとうございます。発言が中学生じゃないから OK。 そう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 、そんな感じそんな感じ。かずくんさんギフトありがとうございます。そう、なんかするってね。なんかくるみさんギフトありがとうございます。なんか会ってハローとかやったらいいけど、なんかねえ、カフェ入ってもうたらもうダメですよ。もうこっちから別に行かないですけどね。え、高校生ならいいっていうのもどうかと。いや、高校生でも別にダメですよ。でも握手会は大丈夫ですよ。そうそうそう、あ、写メ会買ってくれた、楽しみ。私な、個人的にな、写メ会の方が楽しみよね。なんか楽しそうやから。そう、本人がそう関係ないって言うから大丈夫大丈夫。レンに入る、あー、そう、全然 OK です。もうどんどん来てください。レンはもうほんまにもういっぱい来て。たけりんさんギフトありがとうございます。恐怖の中学生そんなことないですよ。最近足の調子はどうですか。最近気づいたんですけど、足がですね、地味になんかね、足首がね、左の方が太い気がするんですよね。で、左に何か異常があったといえばもうひびが入ったしかないんですよ。ということは地味に太くなった気がするっていう、最近気づきました。おいしょー、ともひこさんギフトありがとうございます。どうもどうも、こんにちは。かずくんさんギフトありがとうございます。写メ会の写真は SNS に載せてほしい派ですか。載せれるんやったら全然いいですよ。いいのであれば。あんまりよく知らないんですけど、さくちゃんの写メ会楽しいですか。もちろんです。もう盛大に盛り上げるつもりではあります。孫に会いに行く感覚です。そんなもうそんなんじゃないですよ皆さん。写メ会ではペンギンポーズですか。ペンギンポーズ入るかな。高さ、机あるんやったっけ、覚えてないけど、なんか手いけるんかな。ペンギンポーズ考えとかな。あー、全然足はもう完治なんですけどね。ともひこさんギフトありがとうございます。よし、あー、
さあケイリンさんギフトありがとうございます。あワンポールさんギフトありがとうございます。リアルの黒島ちゃんめちゃめちゃ可愛いです。本当に本当にペンギン先生に可愛いって言われたことないけど本当に。それはペンギン先生が見る目がないという。ああ、そうですね、アンジュさんとユナさん感想おめでとうございます。もうお疲れ様です。応援しておりました。ツイートも何もせず密かに応援しておりました。もうあのツイッターのさ写真がさ出てきてさめっちゃ可愛いと思って、頑張ってくださいと思って、そうそうそう頑張ってください、頑張って、はいお疲れ様です。ジェメンさんギフトありがとうございます。ペンギン先生が社会から来たらどうする？え？無表情嘘嘘嘘嘘嘘、ちゃんとするで。ペンギンポーズしましょうっていうペンギンポーズしてくださいって言うわおもろ。まあ来おへんけどな、絶対来おへんで。たけりんさんギフトありがとうございます。42.195kg か、すごいね。そんなあったんや。あれやで、保険の時にさあのマラソンは何キロでしょうみたいな問題やってさ答えたで。あのお父さんが1回完走してるんですよ。1回っていうか何回か完走してるんですよ 42.195kg で。今度も出るんですけど、なんかそうらしいです。だから覚えてて、そうパパさんすごいんですよ意外とね。何回か乾燥してますよ、見に行ってるあもうお疲れ様ですお二人、もう本当にめっちゃ可愛かった。雨なのがねちょっと残念ですけど、うん、上田和樹さんギフトありがとうございます。あー次は陸上出身のサクパンとサカタンと万能のまこちゃん、あー確かに似てそうやな。すごい、何回か乾燥してんの、すげー。あ猫耳ついたのでペンギン見に来てください。ペンギン先生来たら秒で外すねえ、雨やからな特にやばい。えぐー4時間やば、早すぎやろ。はじめましてこんにちは、エイティさんギフトありがとうございます。何弾こう、0.195kg ならし、あー 0.195kg って何キロ1キロも満たんってことやんな。やったらあるよもちろん。たけりんさんギフトありがとうございますあれはあれで、あの私3キロのマラソンやったら走ったで3キロやけどなんか家族で出た、めっちゃ余裕やった小学校の時195メートルか、KYDD さんギフトありがとうございます。よし、ありがとうございました。次ラストですね、めっちゃうるさいでこれ。あー
メートルなら4分、めっちゃ速い子そのくらいやな。めっちゃ走んの疲れたわあれ。ラストなんで頑張ってね。そうなんだよ、しまっちゃったけど次19時からやんな。やばい、次ラストやで、次ラストやで、次ラストにしとこ、ついにラストワーク。まだやけど。たけりんさんギフトありがとうございます。ポンさんギフトありがとうございます。まだ職場、あーそっか、学校で2キロとか3キロ、え、ない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 、全然ない。あだてちゃんさんギフトありがとうございます。1位目指して、あーありがとうございます。今日のおよ、あ、ツイッター載せるわ。今日のお洋服はなんか青のこんなんと白のこんなんと黒のなんかズボンみたいなやつです。50カウントって何、あんまりわからんけど、あ、エルリさんギフトありがとうございます。なんかコメントみたいなやつを50回やったら50ポイント貯まるよって聞いた。リサヒ走ってた、2年になったら走るってことかな、かもしれへん。たけりんさんギフトありがとうございます。半角数字で1から、あーほう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 、半角数字で1から50までコメントすること。へー、なんで半角数字で1から50まで、ふーん難しいね、それが、そうか、そうか、そうか。コメントが50回までは コメントが50回までは1回1ポイントになる。1送信、2送信で50ポイントに。何回コメントしたか分かるようにするため。おーおーおー、あ、数字でコメントするとカウント、あれ、数字でカウントするとコメントならんね。あ、そういうことね。あ、そういうことね。たけりんさんギフトありがとうございます。へえ、はあはあはあ、そういうこと。アバエビさんギフトありがとうございます。そういうことね、陰で、あーそうなの、ありがとうございます。本当そんなことしてくれてたんですね。あそういうこと、ほうほう、理解。そうね、あそういうことね。最終日にカウントを知りました。ありがとうございます。学校でショールーム見たよとか言われる、全然言われる。なんかショールームっていうのやってるんやんなみたいな、なんで知ってるんってなるから、うんしてるでって言って、なんかペンギン先生から聞いたみたいな、はって。あの人ほんまにペンギン先生から聞きましたって言われるので。ねえ、伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。ひどくね、まあいいけど別に、宣伝宣伝。もうペンギン、もうカラオケ配信見てみた。カラオケ、カラオケ苦手、だいぶ苦手、めっちゃ苦手。考えとくわ、考えとく、考えとく、できたらやる。関西人のこれ絶対やらんね。こうやって見たら私髪の毛茶色いよ、もしかして黒と並んだら。アイロンしてしたから、いっぱいしてるからあれか。
色が薄くなってるか。よし、ランキングを読みます。待って何位とか出へんくなってる。なんでちょっと待って。おう、これは数を数えなくなったという、あれ、順位が出てないぞ。よし、なんでや。よし、頑張る、数える。そうだな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13位が4,0,0,8,3 ありがとうございます。12位がドロンパさん、ありがとうございます。11位が残酷な天使さん、ありがとうございます。10位がワンポールさん、ありがとうございます。9位が伊達ちゃんさん、ありがとうございます。8位がひさとしさん、ありがとうございます。7位がムーチョさん、ありがとうございます。6位がポンさん、ありがとうございます。5位がくるみさん、ありがとうございます。4位がなんたらの KYDD さん、ありがとうございます。3位がダンズさん、ありがとうございます。2位があやるりさん、ありがとうございます。1位がたけりんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。もうねえ、なんか急に、そうそう、表示が、あと3分です。皆さん、やーん、次ラストですね。恐ろしい。皆さん来てくださいね。来てくださいね。最終日の最終枠にはどんな面白い登場してくれるのか楽しみにしてます。平凡っすよ。なんか振られた時の黒島ほど面白くないものはないんで、覚えておいてください。皆さん、何かを振られた時ほど面白くない黒島はないんで、はい、皆さんも覚えておいてください。号泣、私な、泣かれへんねん。人前におったら、人別におらんけど、画面しかないけど、なんか泣かれへんねんな。そういう振りですね、北島。だからその振りをすることによって黒島の面白いもより綺麗にゃんより面白くなくなるんですよね。それが面白いんですよ。まあ面白いんやったらいいよ。あやるりさん、ギフトありがとうございます。もうみんなのツッコミによって成り立つんでね。そうそう、自然に生まれた方が一番いいんですよ。てんちゃうさん、ギフトありがとうございます。あと1分や。最終枠何時から？最終枠17時から20時です。ツイッターに投稿します。17時から。いやー、怖ーい。黒島ちゃん面白いで、めっちゃ面白いわ。天才。19時からです。19時から20時です。よし、最終枠頑張りましょう。待って、国家からやるの忘れてた。国家からって言ってたのに、ちょっと待って、